작품 속에서 전작의 주인공들이 자주 등장하잖아요. 음, 볼때 굉장히 반갑다는 감정을 갖게 되는데. 음. それたまに聞かれるんですよ、ねうんまああまり期待しないでおいてほしいなと <laughs> っていうのはそのこの作品って、まあ、東日本大震災って実際にあった災害のことを、まあ、実はそれが少し含まれているので、うん、前の作作品品とととなげいいい方がやっっっぱり作品にとってはいいと思ったんですよ、ね、まあでもいくつかねこう隠した要素として前作の、えー、パーツが少しだけ入っていますと例えば「の君の名の音楽」や「天気の子の音楽が」が、まあ、あるシーンでちょっとだけ、うん 사 아니면 과거 요 이거 찾아보는 재미로 극장 한번더 가실 분들 굉장히 많을 것 같습니다.